こんにちは。こんにちは。いやー、久々ですね。いやー、本当ですね。お久しぶりです。どうです。今日あれだね、ラルさんのエプロンだね。そう、かわいいでしょ。うん、いや、本当ラルさん先日はお世話になりました。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。ということで、久々のまかない料理、今日やるのは何でしょう。鶏むね肉と野菜のレモンクリームパスタですね。発音がいいのか悪いのかよくわかんないけど、まあ、今日パスタ料理やってみましょう。はい、はい、じゃあやりましょう。はい、はい、クリームパスタ。久々だから何喋っていいかわかんないな。本当だよ。えらいおとなしいよね。ね。使う材料が生クリームと牛乳を1対1で割ったものと、チーズ、鶏むね肉、ほうれん草、レモンスライス、玉ねぎ、ブロッコリーです。はい、ということで、はい、まあ、使う材料がこちらなんです、はい、そうだよね。これどうするのって、もう切ってあるから、もうこのシーンいらないよね、よく、うん、考えたら。そう、それを言ってるの、ね、あそこにセットなんですよ。面白い。まあ、じゃあもう行きましょう、次のシーンね。このシーンいらなかったわ、今。じゃあ行きます。油、じゃあパスタチャレンジで、じゃあ入れちゃいますよ。はい。玉ねぎ。そうですね、まず玉ねぎを。今のところ大丈夫ですか？忘れてないですか？あ、大丈夫ですね。でこれで、はい、あのキッチンなりしてきたら、もっともっと、これですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。若干怪しくなかったですか？大丈夫です。大丈夫ですよ。そうですね、味出しなしで作ってもらって、お腹が減ってきた。お腹が減る音ですね、これは。いいですね、そのぐらいになったら、それぐらいで、もう鶏肉を、そうですね、鶏肉を入れてみましょう。で、これね、アルミ缶のあるあるなんだけど、はい、あのくっついちゃうじゃん、はい、あの例えばさ、ちょっと1個さ、上の方くっつけてみて、で、うん、で、やるとさ、くっついちゃうじゃん、はい、だから、あのこの食材、こうなっちゃうね。そうこうなっちゃうんで、この食材炒めてる場合は、この中でこう油回してあげて、パーッと、そしたらちょっと広げてもらって、広げて、うん、もうちょい、もうちょい、これくらい入れて、これでも全部、そうだね、これ野菜の、あ、そうだ、ごめん、言うの忘れてたんだけど、あのブロッコリーはこれ好みでいいんだけどね、今回はちょっとちぎっちゃいます。そう、ちぎっちゃいましょう。ほうれん草やばい、熱い。え、ほうれん草は直前の方がいいじゃない。ほうれん草はもうちょい後でかな。あのレモンはこの段階で入れちゃうと、さあ何がいけないでしょう。苦くなっちゃいます。そうなんですよ、加熱すぎちゃうとね、苦味が出るんですよ。ほうれん草入れます。わー、美味しそう。そしたらクリームを入れて、いやもう美味しそうだ。あれも入れていいですか、レモン。もうここで、はい、このまんま、ブロッブロッと、そして加えます。ありがとうございます。じゃあ、あとはね、もうさっと和えて、味付けしてもらってね。おお、よし、これでもう完璧ですね。これで完璧です。でも食べれるでしょ、ここにお腹を。あっ、え、大黒が大丈夫です、強いはずなんで。強い子だからね。あ、ここがなくなっちゃった、どっか行っちゃったの。え、滑るな、俺。いつ滑る。手持ちで行きました。あ、レモンちゃんが、いや、意外に量あるね、今日。そうですね。いや、美味しそうだ。なんか知らないですけど、でもカップ麺食べると痩せてくんですよね。そうだ、不健康に落ちてるわけじゃないよね。びっくりなんですよね。あ、そうですか。いや、もういいですね、このチーズのサラサラ感。そこ、まるでチーズの、いや、今のなんでもないです。大丈夫ですか、なんか調子悪いんじゃないですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。久々だから。ブラッペブラッペやっぱブラックペッパー多い方が美味しいですからね。まあまあ、そうね。こんな感じですか。 OK、 完成です。
新しい話。じゃあ食べますか。はい、食べましょう。いい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったですね。まあぜひ割と簡単なのでお試しあれ。あれ。はい。レモンのここ。え？え？解説をお願いします。レモンのここ？俺なんかさっきあのスライスだったんでこうなんかスライスを持ってるようなイメージなのかなと思ってえどういうこと？レモンのスライスあるじゃないですか、うん、あれを拡大してこう横に持ってるイメージでレモンって言ってるのかな。レモン円盤を